マイ・ニッホリンとの元メンバーの飯田恭平氏が、ジャニーズ性加害問題当事者の会、平本敦也代表のメンバーに加わることが15日、同会のホームページで発表された。飯田氏の写真とともに、声を上げている皆さんの姿を目で、嫌で見て、これまでずっと抑えていた気持ちが溢れました。わかっているのに気がつかないふりをしたケツ、か、それによって傷ついてる人がいます。同じような境遇で悩み、苦しんでいる方たちが、自分の行動によって一歩踏み、出すきっかけになればいいと思いますとのコメントが掲載された。騎手、マイ・ニッホリンとは2005年に、北山宏光、藤ヶ谷大野タスク、横尾渉、千賀健と宮田俊也、玉森裕太、二階堂高次、飯田氏の8人で結成。6年に、飯田氏はグループを脱退。また最近では北山が8月にグループを脱げ、退し、ジャニーズ事務所も退所した。7日の会見で、藤島ジュリー景子前社長はファンへの思いを聞かれ、皆が、そういうこと、性加害があって今、スターになっているわけではない。一人一人のタレントが、本当に努力して、それぞれの地位を勝ち取っている。そこだけは失望してほしくないで、すし、誤解してほしくない。安心して応援してやっていただきたいと思いますと涙ながらに訴えていた。現在活躍中のグループの元メンバーの告発は新たな波紋を呼ぶことになりそうだ。同会関係者は取材に対して今は取材を受けられる状況ではございません。改めて説明させていただきますと回答した。